はい、どうも、メンヘラおじさんです。急遽動画回しております。まあ、直近のショートでですね、バズりまして、5000再生以上かな、回ったおかげでですね、登録者17人一気に増えまして、目標としている1000人に、もう一歩近づきまして、登録者915人まで、増えました。これで900人突破でございます。ありがとうございます。なんとか生きてますっていうテロップでコーヒー飲んでるショート動画だったんで、もう本当に苦しくて死んでしまうんじゃないかと思われてかわいそうで、登録ボタンを押された方もいるのかもなと思って、若干ちょっと不安になりましてですね、今ちょっとショートでまだ死にませんのでっていうショート動画をちゃんと送らせてもらってますんで、なんですかね、勘違いされないように、よろしくお願いいたしますということです。で、登録者増えましたので、ちょっと改めて自己紹介と言いますか、まあ、ひょっとしたら、見ていただいてて、たまたま、バズって、じゃあ登録したろうかなっていうふうに、まあ、ツイッターの方でもね、あと一人で900人突破ですっていうようなことを言ってたので、まあ、ひょっとしたら前からちょろちょろ見てて登録してくれたかもしれないですけど、まあ、初見の方もいるかもしれないので、さらっと言うとですね、まあ、会社でメンタルやんで、10回以上休職してですね、窓際サラリーマンしてるおじさんでございます。38歳の、アラフォーのおじさんがですね、まあ、Vlog 感覚で、YouTube バカバカ上げてるというところでございます。で、最近ショート動画が登録者関係なくちょっとバズったりするっていうことに気づきまして、チャカチャカショート動画とか作ってですね、お前ショート動画の方が多いやんけみたいな、そんな感じで作りながら、無編集、無編集って言ったらちょっといやらしいですけども、ノー編集で、ノーサムネイルで、だらだら動画を上げてますと。で、登録者じゃないな、再生回数1000回以上いったら、今ノーネームさんって方がですね、僕のファンといいますか登録者でいらっしゃって、登録じゃない、再生回数1000回以上いったらサムネイル作ってあげるよということで作ってもらってるというような建前でやってます。で、内容なんですけども、まあ僕、2チャンネル作ってまして、1チャンネルはね、ちょっと会社にバレた上にめちゃ切れられて、見えたら、まあ、会社バンですわ、というところなんですよ。まあ、主に風俗とか、キャバの話とか、まあちょっと下によるような話だったんですけど、それめちゃめちゃ怒られたので、もう今はオフ会でしかしてないです。で、今上げてるのは、まあ、主にニュースで、まあ、私なりに料理して出すっていうのは、まあ、一応コンセプトにしてるんですけども、私の得意分野っていうのがですね、お見合い100回以上やってるので、お見合いに関して、まあ、7年もやってるんで、その、まあ、言うたら、入り口から、まあ、デートするまでの、まあ、言うたら、小話とかですね、初めてお会いする際の小話とかね、まあ、例えば、まあ、待ち合わせ場所、A っていう場所で待ち合わせて、ホテルのラウンジ行くまでに、何喋ったらいいんやろうっていうのがわからないで、今日天気がいいですねとか、僕初めてなんですよって、100回以上言ってるのに初めてなんですよっていう感を出して、あまり慣れてなくて、こういう場で何喋っていいかわからないんで、教えてくださいね、みたいな。なんかそんな感じで、ちょっと下手に出るとか、まあ、そういう小話をしてたりとか、あるいは、株ですね。僕自身が、まあ、10億円ぐらい売買してて、まあ、増えるときは月500万、多くて1500万ぐらい資産持ってたんですけども、まあ、そこからロットをバッと増やしてですね、6000万ぐらいのロットで信用取引でやって大負けして、債務1100万ぐらい作ったというぐらい株が好きでございます。で、まあ、その株の話であったりとか、今、その関係で債務整理をしたりしているので、個人再生今してるんですけどね、その個人再生絡みの本も読んだりいろいろしてるので、まあ、その辺の話もできますと。で、加えて今その借金返している Vlog であったりとか、あと言うたら今個別でね、株の銘柄を1万円以下の銘柄をバサッと買って、まあ、YouTube チャンネルのこう成長とともにね、株を集めていって、そういう資産形成のチャンネルにもしたいなと思ってるので、まあ、そういう話をしようというようなところかなというところです。あと、まあ、メンタルやられてるメンヘラおじさんのメンタルの話はあんましてないなっていう話なんですけども、まあ、メンタルであったりとか、
まあ、貧困、まあ、言うたら、まあ、婚活に関することですね。について、まあ、ちょっと被ってたら、お話しすると。というような感じでやってございます。で、あと、個別で、まあ、相談ごとに乗ったりとか、あるいは、まあ、リクエストがあれば、それに関する動画を作るというようなことをやってたり、オフ会ですね。今年3回やってまして、ゴールデンウィーク、シルバーウィークで、先週横浜のオフ会させてもらってます。で、それ以外にも、個別で会いたいなっていう方いらっしゃしちゃったら、まあ、費用、交通費とかね、ちょっと先方持ちになるんですけども、まあ、いろいろこう、お話ししたりとかですね、する機会は作っていると。そういうところでございます。はい。で、まあ、チャンネル登録者がですね、まあ、100人増えるごとに、一応まあ、こういう動画を作らせていただいて、自分自身がね、言うたら、まあ、チャンネル登録増えるまでめちゃめちゃ苦労してるんで、そういう苦労話とかも、まあ、苦労話であったりとか、まあ、奇跡ですよね。まあ、1000人行きましたっていう動画はめちゃめちゃあるんですけども、100人行きました、200人行きました動画っていうのって結構少ないんで、まあ、そういう動画を作るというようなことは、まあ、コンセプトとしてやってるところでございます。はい。というようなところで、やつぎばやになりましたけども、急にこう、登録者がバサッと17人も増えたんでですね、おじさんも焦り倒して、今ちょっと釈明の動画、ショートで15秒の動画と、今こうやって動画を撮らせていただくとともに、900人、登録者超えてきましたので、まあ、その、言うたら900人超えましたよっていう動画を、上げたかったというところと、まあ、たくさん増えたんでですね、ちょっと自己紹介パッとやっとかなと思って、した次第でございます。で、まあ、900人突破動画ではあるんですけども、900人超えるために何したのかっていうことをちゃんと話してないんで、それはちょっとまた別で、明日の朝にでもね、撮ろうと思います。まあ、ちょっとまだ、バズり具合がちょっとよくわからなくて、多分ね、915人で止まると思うんですよ。なので、まあ一応こういう動画にしてますが、まあちょっと、人の増え具合でまた喋る内容が変わるかもしれませんけども、よろしくお願いします。以上です。